おはようございます。今日は8月ですね。もう8月1日ですね。8月1日、気温が 32.3、湿度 69%、室温が 24.6、湿度 55% ですね。蒸らし時間が3分で、ミルは9番でございますね。はい、今日も暑いですね。そして今日の格言、評価とはレッテルを外すところから始まる。これはただ単に、自分の方の、ことを、考えて、書いてます。つまり今コーヒープロというのでブログを書いて、今日はコロンビアですね。コロンビアにしました。まず穴掘ります。今コーヒープロというのでブログを書いてるんですけど、まあぶっちゃけあれなんですよね。まあホームページからの書き写しを中心に書いておるわけですけど、結構書いてあることを見てへえと思うことが多くて、こんなことを考えてたんだというのにちょっと感心したりなんかして、別段、自分で自分を感心するのもなんなんですけど、結構真面目に、やってたなというふうに、ちょっと感心しましてですね。でもうホームページは本当にほったらかしになっても久しいわけで、当然まあ見られてないのは当たり前なんですね。でまあ1日に100人、来てないぐらいですから、ホームページとしてもう全然ダメダメなホームページではあるんですけど、そこの中の記事に関しては結構捨てたもんじゃないなというのが棒の中であって、で自分の中で、自分のホームページの記事に関してはちょっと自分で再評価しておる部分がありましてね。で再評価する、つまりもう自分の中ではもうホームページ自体はもう放置されてるものなんで、まああれですよね、もう何も触ってもいない、つまりそれってもう役に立たんものとして、まあ僕がレッテルを貼っちゃってるわけですよ。まあ役に立たんという表現ちょっといかんですけど、まあ現実に役に立たんと思ってるわけですよ。なんでかっていうと、まず第一にホームページ自体、まあ一応テキスト中心のホームページなんですけど、はい、3分ですね。テキスト中心のホームページなんですけど、当然この写真とかなんか昔のものなんで、小さいわけですよ。今なんかは基本的にまあワードプレスで今書いてるブログなんかでもそうですけど、もう写真なんか大きい写真が普通に使えるわけですね。それに対してその当時の写真って本当にこうちっちゃい写真なんですね。で昔はこれで良かったんだろうと思うんですけど、その小さい写真でまあ画面も小さかった時代なんでね、仕方ないとは思うんですけど、その写真で、作られていると。でそういう意味ではすごくホームページとしてもうダメだなというようなホームページなんですけど、ただ書かれてる内容に関しては
まあ思ったよりもいいこと書いてんじゃんみたいな、自分で自分を褒めちゃいかんですけど、いいこと書いてんじゃんっていうふうに思うわけですよ。だから俺はもう一回こう焼き直すっていうか、一回もうこう写真とかなんかを撮り直したりとかいろいろすればもう十分、価値があるなというふうに思って、コーヒープロの方に、まあ少しずつ写真自体を、まあ、なんつうんですかね、こうしっかりした写真をこう撮り直せばもう全然使えるなというふうに思ってるわけですよ。だからまず、自分のホームページをまあ使い物にならんなというふうでほったらかしにしてあったもの、つまり使い物にならんなというレッテルっていうのは大体自分が貼ってるレッテルなんですけどね。でそのレッテルをまず剥がして、ちょっと、自分の中で、どうやったら読んでもらえるようになっていくんだろう。そのためにはまず今のホームページの中でやるのはいけないので、コーヒープロの方にもうとにかくデータを、移動させて、持っていこうというふうに、思っています。その辺に関してはあれですからね、もう実際に、まあ、自分で、まあ、作ったホームページなんで、まあ、構造はまあ大体分かってたんですけど、結構文字化けしてやったりとか、まあ、いろいろなとこが問題があって、まあ、見事に、その問題ありありのホームページをですね一つ一つちょっと、読んで、これを今日は紹介しようというような状態で少しずつはなんつうんですかね、コーヒープロの方に移していこうと。まあ普通に一般受けがするかしないかは、まあとにかく、20年以上前、つまり、大体2000年ぐらいなんですね、ホームページが あったのが。だから2000年ぐらいの、20年ぐらい前に書かれたものをもう一回こうコーヒープロの方で復活させるっていうのは、まあこれはこれで、まあ、意義があるなという。それともう一つは、自分で自分 の, やったことをちょっと見直すっていうことにもちょっと、大切だなという気はしてましてね。あまりにもこう自分でやってきたことをほったらかしにして、新しい面白そうなもの、面白そうなものって言って、ばっかにこう目が向けられてて、自分の今までやってきた過去のものに関してはあんまり興味を持たなかった部分が自分の中であるんで、その部分をちょっともう一回、再発見しようかなと。自分にとってはまああんまり過去に、考えたことであるから、まあ読めばもうすぐ思い出しちゃうわけですよ。ああこここうだったな、こういうふうでこういうふうに考えたなというのはすぐ思い出すわけですよ、自分で、考えたもんなんで。だけど、当然それを初めて読んだ人にとっては、新しい発見になってくれるんじゃないかという部分があるので、ちょっと頑張ってみようかなという気にはなっております。
とにかく、自分でこう一つ一つこうやって、記事を読んでるんですけど、まあ結構の量でこれいつになったら終わるんだろうっちゅうぐらいに、まあまあ大変ですね。ただそれでもまああのあれですからね、まあ写真撮り直したりなんかしてると結構のボリュームで大変は大変ですよね。はい、抽出終了ですね。とりあえず、もうちょっと下へ、コーヒーが落ちたところでドリッパーを外しましょうかね。まあこの辺でいいでしょう。よいしょ。はい、今日はコロンビアですね。今日も暑くなりそうだなという感じしますよね。この時間、まあ今はこの時間って言って9時半ぐらいなんですけど、9時半でこの、外なこの暑そうな雰囲気。まあこの後アイスコーヒーも、頑張って立てないかんなというふうには思うんですけど、今日はこの宣伝でいこう。あれですね、金枠ちゃんの宣伝いきましょう。金枠ちゃん、結構店頭の、金枠ちゃん、ガチャの部分で、昨日も、まあ、店頭で売れたんですけど。あ、それと、瓶詰めコーヒーなんですけど、全部完売しまして、もうないです。はい、瓶詰めコーヒーないです。そして玉木の方ですね、クラシックモカと、ケニア、2000円で販売しておりますので、よければ。ご利用いただきたいと思います。はい、ということでですね、今日はここまでにしましょう。